アトレーダーのボビーです。今雨が降る前にですね、万博公園の方に、向かっています。今入ってきました。万博公園です。今日はですね、なんかあいにくの雨ということだったんですけどね、まあ、まだ今晴れてるとですね、今日は、ちょっとパビリオンの方にねちょっと行ってこようかなと思ってます。また、まあ、レポートできたらいいんですけどね、まあ、今日も太陽の塔は最高です、ね、パワースポットですね、はい、到着しました。パビリオンね、です。今、まあもう空いてると思いますのでね。ちょっと出さしてちょっと出ますのでね、見てみたいと思います。これがまたパビリオンの名残ですね。中入ってみましょうかね。ね、なんかあのウルトラセブンとかの世界みたいな感じで、僕はここは好きですね、はい、で前はあっちの方にあったんですけどね、まあ、もう解体して今ここに移築されてるっていう感じですね。この名残がね、なんとも言えないですね、この科学的な感じが、はい、さあプレイバック1970、どんな感じなんでしょうかね。はい、今日は入ってきさっきから入ってきました。プレイバック1970ね、白井さんです。はい、こんにちは。待ってますね。はい、はい、あー映ってます、映ってます、はいはい、見えます。はい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 、はい、ね、今日からなんですか。今日からだ、今日からね、でね、うん、非常にね、今日はあの万博のグッズを販売してますけどね、あ、それがね、うん、結構今日初日だけにね、うん、豊富にあるんで、ほんまにちょっと迫ってみたいと思います、はい、これ見てください。じゃあ、いいですか、はい、撮らせてもらってもらって、相変わらずマニア心が、あ、ちょっと文鎮ってなんかまだあるんやろか、文鎮ですか、みたいな、あとそれ、まあ、後でいろいろ聞こう、あ、これなんかね、いいですね、いいじゃないですか、この灰皿のこのスペーシーな、うん、これがあれですね、未来の、じゃあ、あのほら、あのタイムカプセル、タイムカプセルですね、いい、あ、オーナメントが、僕これは持ってるんでね、はいはい、他のちょっと今日買って帰ろう、そうです、うん、よかった、ね、今はね、あの、この今作ってるやつなんですけどね、こういうグッズも、はい、販売してるんですよ。買い物さんとかね、はい、あ、はいはい、はい、僕もなんかちょこちょこ集めたりしてますね、うん、やっぱテンションが上がるしね、僕も、中はこんな感じで、もうラブ&ピースに溢れております。そんな感じで、ね、そんな感じで、これ紹介します、はい、あ、いいじゃないですか、もう僕の部屋みたいな時で、実家の部屋みたいな、今日はね、あの LP レコードの日なんですって、今日3月。あ、今日そうなんですか。なんか LP レコードの日っていう、はい、なんか僕はなんか過去になんかそういう投稿してましたわ。あ、そうです、うん、実はね、この5つの赤い風船、あ、いいですね、これがね、うん、私は69年に買った、うん、初めての LP レコードはこれなんですよ。あ、これ白井さんの、これそうなんですね、白井さんがのコレクションを今日は提示されてます。で、このステージ101、これがね、あのこの NHK の101スタジオで始まったのが70年のちょうど万博と同じ時期だったんですよ。70年本当だ、はい、70年スタートの番組、はいはいはい、手前がフォークル、うん、あ、フォークル世代ですね、はい、あの、いいですね、いや、僕もテンション上がる、あの家にあったもんとかね、今思ったらもう昭和時代になってしまうんですね、なんか、そう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 、なんか不思議な感じしますね。これ白井さんのギターですか、これ。そうそうそう、これモーリスやね、モーリス、これ僕もこれ
最初はこれでしたね。ね、このロゴが、ね、ね、これがいいんですよ。あのブロマイド見てください。あれわかりますあれ。あれは誰でしょう。シモンズ。あ、シモンズ。はいはい。シモンズ。あのカメラもひょっとしてあのカメラも。カメラね、私ね、あの、当時はね、アサヒペンタックス SP 使ってたんですけど、それちょっとどっかしまい込んで分からへんので、なるほど。ちょっと安物ミランダを出して。いや、いいじゃないですか。この雰囲気が。やっぱりこれ当時のこのオレンジ系がいいですね。このオレンジとか緑とかなんか、ね、この。何するもんですかってよく聞くんですけど、これマガジンラックなんですよ。いいじゃないですか、マガジンラック。いいですね。僕のこのスペーシーなね、この感じがね。そうそうそう。ね、和みもあるし、うん、でこの足が可愛いですね、この足が。あ、そうです。ベースも可愛い。はい、これもこの服も見てください、これ。はい、これね、はい、当時ね、バンとね、うん、タイトに、あの、人気だった。あ、純じゃないですか。はいはい。で、このシャツはね、これ、ここ、バンジャケットって書いてあるし。あ、ほんまや、ほんまや。これバンのシャツ。はい。なるほど、何気にこう、男の部屋の、一人暮らしのこのなんか6畳1間のなんか再現みたいな。ちか僕もだけど黒電話普通にあの学生時代使ったんであのまあ、ね、タイムレスなっていうかそんな時代でしたし、あの多分電話の敷いてる、うん、あのいいですね。大英池だってうちの近くの、ね、できた昭和43年だと思うんですよ。ええ、でその時にもらったやつを覚えてた。あ、なるほど。1968年ですね。うん、1968年ですね。この部屋自体は70年のイメージです。はいはい、そうですね、そうスライドしていきますからね、だんだんこうじんわりね。コンコルドも何気に、はい、いや、ラジカセみたいな、ラジカセですね、あれ。あれは本当にポピュラーにありましたよね、どこの家でも。僕の田舎でもあったから。あれまだね、高性能のもないんですよね。この下にね、パンフレット置いてるんですよ。あれ、はい、コロンビアのパンフレットですけど、はい、70年のちょうど万博の時のパンフレットなんですよ。ああ、なるほど。あの写真とほぼ同じ形ですよね、うん、はいはい、いや、これがいいですね。あの鉛筆削りも僕は普通に使ってあるんちゃうかな、探したら。だけどなんかそういう風な気持ちになりますね。なんかもっぺん実家帰っていろいろひっくり返してみようかなとかね、荷物。まだね、デバフなんかもね、うん、あのこの後なるともっと高性能になってきて、いろいろあっちこっち開いたりするやつが出てくるんですけど、70年当時はまだ普通のオーソドックスな形が多いですね、うんうん、このちょっと前いたらね、うん、あの像が組んでも割れない。あ、はい、像が組んでも割れない。あれが流行った時代があったんですよね、そんな感じです。なんかあの今日はラッキーです。あのまさかこういう展開になるとは。やっぱりあのね、バンバ公園ラブ&ピースです。ミニアモーターカーですよ。かっこいいですね、ミニアモーターカーも最高です。ではパビリオンの中に入ってみましょうか。ね、ここです。入ってみます。白井さんともね、万博博士の白井さんとも会いましたしね、解説まで、していただいてね、すごく貴重な体験を始まりました。まだあの桜のね、満開の頃に万博公園に訪れ、あのカメラを持ってね、今訪れてみたいなと思います。また今からアトリエに戻ってですね、
まあ、まだ雨も降る前でしたし、アトリエに戻って、制作を続けたいと思いますけどね。花火日和です。今日は土曜日なんでね、祝日&土曜日なんで、ね、すごく賑やかります。歩いていきますけどね、iPhone もこういうふうにいろいろ使えて、じゃあね。